なぜアニメでまでお前の顔見なきゃならんのだ。顔をせろ。し、そ、く。北上向かってる途中だからね。結局この海流って何なんだろう？飛行機の護衛。図鑑説明で、地球を16時間で一周するとか書かれてたからそれ関係説。実際画像の出てきた場面だと一瞬間を置いてから登場して飛び去ってたりするし。思えばサトシ時代から手持ちに入ってたり野生個体が出たりと定期的に出番もらえるくらいアニメでは優遇されてるんよなこいつ。気さくに反射してくれたから間違いなく人慣れしてる。パルデアの顔みたいなとこあるし挨拶に来たんだよ。アニメだとかはいいね。なお対戦。リコロイドットが喜んでんだからいいんだよ。対戦。まあ。相棒のサーフ号さんにも出番くれよ。リコロイ世界でもすごいポケモン扱いなんだな。少なくともリコがすぐわかるぐらいには有名っぽいね。制作スタッフにふすべして出身がいるんでしょ。発作がアップ言うとセグレイブなのは異常だった。